はい。田中徹先生が教えるエクセルテクニックということなんですけれども、来月の告知です。はい。こちらになります。はい。え来月ってことはさ、来年だ。そうですね。平成最後なんでしょ来年って。そうですね。そうだよね。そうなんです。言語が変わる年でもありますが、ちょっと1月からまたエクセル頑張っていきましょう。 1>, 1月の22日、火曜日21時から生放送でお送りいたします。うんはいうん、そうですね。頑張ります。はい、頑張ってください。1年の経営、うん、ね、エクセルの経営は元旦にあるとか言わないのかなあ、言うかもしれないですね。ごめんね。また勝って言ってます。すいません。今。<laughs> また増えましたね。ごめんね。思いつくと、もう言いたくてしょうがないんだい。<笑><笑>行ってきましょう。行ってきましょう。<laughs> はいはい、すいません、はい。皆さん覚えていただけますからね。はい、はい。まあいいや。えそしてえと、1月ね。ねはい。1月22日なんですが、はい、田中先生に相談をしたいという方。 こちらのグループ、真ん中にこちらのグループにと書いてあります。さっきのとこだよね。はい。クリックをしていただくと、投稿することができますので。さっき僕が見せたところね。はい。こんな感じですね。はい。はい。皆さんぜひ、コメントをお待ちしております。お待ちしております。はい。年末年始にもね、ぜひ何かありましたら、投稿していただいて、なんでしょうね、エクセルプレイしに入って、みかんを食べながら、ね、どうやの金を聞きながら、エクセル。 いいじゃないですか。幸せじゃないですか。エクセルまみれの年末年始にぜひ皆さんしてみてください。い。そして最後にですね、プレゼント当選者。ですね。こちらをちょっと5名様、放送中に紹介したんですが、皆さん多分忘れてる方もいるかもしれませんので。あれ私もらったかしらそうですね。ちょっとお名前を私からご紹介をしたいと思います。5名いますのでね。はい。 では、まず、お一人目。うんはい、池田純一さん。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。一、はい、人目。そして、二人目、庄司真貴さん。おめでとうございます。おめでとうございます。三人目、関根愛さん。関根愛さん。はい。おめでとうございます。欲しいといった方ですね。はい そして、4人目、伊藤緑さん。おはようございます。ありがとうございます。伊藤緑さんってなんか、あの、フィギュアスケートかってたよね。私も今思いました。読み上げて。はい。そして、ラスト5人目ですね。はい。五十嵐百合子さんです。はい、おめでとうございます。はい、池田さん、庄司さん、関根さん、伊藤さん、五十嵐さん、ということで、皆さんはですね、こちらを。 はい。そう、これね。きましたので。最後で。ま、ささやかですけれども。ね。こんなものですいません。はい。使ってみていただいてありがとうございます。そして、発送の方法なんですが、スクうアカウントに登録をしているメールアドレスに、スクアからご連絡をいたします。そこに連絡をいたしますので、発送するまでお待ちください。少し待ってください。はい。そうですね。スタッフが発送してまいりますので。はい。ぜひこちら使ってください。だからメールはあれですよ。チェックしておかないゃダメですそうですね。ちゃんと自分の、 普段使ってるメールです、ね、最近ほら、ラインばっかしてメール見てないとかって人いるからね。ああ、私ですかそれは。おやおや。<laughs> ね。だから、はい、あの、なメだよち。ちょっとしばらくはね、メールの方もね、チェケラって感じですよ。チェケラしてください。はい。はい。うん。池田さん、庄司さん、関根さん、伊藤さん、五十嵐さんはぜひチェックしてください。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。 いやーいいですね12<月>クリスマスプレゼント、まあ、ささやかですけどね私もちょっと使いたいと思いますので、はい、来年もぜひこれ使うとこれ使うと、はい、エクセルのスキルが上がるようになってます本当ですか私が例文込めておき <laughs> エクセルうまくなれうまくなれっやってきました また年込めましたね、今も。はい。ダブルで。ダブルで。行きましたね。魔法がかかっていかかります。ので皆さんぜひ楽しみにお待ちください。やってください。楽しみに待ちください。うん、ありがとうございました。結構コメントもね、来てますので。はい。うん。ね今年も終わりですね。はい。うん、そうですね。毎月やらせていただきましたけどね。うん。ありがとうございます。また来年もぜひよろしくお願いいたします。でお願いたします。 では、今回お越しいただきました先生は、うんはい、一般社団法人実践ワークシート協会代表理事、田中徹先生でした。先生、ありがとうございました。した皆さんもたくさんのコメント、そして回答ありがとうございました。それでは引き続き、スクールで学んでいきましょう。皆さん、さようなら。さようなら。良いお年を。 世の中から卒業をなくす。救う。